バッハ弓はバッハ弓は20世紀後半にバッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータを現代楽器で再現するために発明されたバイオリン用の特殊な弓である。ノーベル平和賞受賞者にして音楽家でもあるアルベルト・シバイツァーによって発明され湾曲弓とも呼ばれる。モダン・チェンバロなどと同じように19世紀からの古学復興運動の中で 史実交渉の誤解によって生まれたもので、現代では完全に否定されている。現代のバイオリン弓は背中側に向け C 型に曲がっているのが普通だが、バッハ弓は逆、C 型に大きく湾曲していること、また全体的に毛が緩む。バッハ弓で弾く対象とされた無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータは4音同時の和音が多く要求され、しかも、 それがポリフォニックに書かれているものばかりである。これをアルペジオに崩すことなく忠実に再現しようとすれば、弓はこのような形にならざるを得ない。現代の古学交渉においては、バッハ時代の楽譜というものは何が何でも、楽譜通り音を出さなくてはならないといった厳密なものではなく、その時の演奏者のレベルによって、いくらでも解釈が可能なよう。そこから推定して、 その当時でも4音同時に音を鳴らしたのではなく、アルペジオに崩されていたこと。従って、実際には、バッファ弓ミは、バッファ時代に存在しなかったであろうことは、ほぼ確実である。バッファ弓ミは、その誕生当初から専門家たちから散々な非難を受けていたが、シュバイツァーは自説を曲げずに押し通し、ラルフ・シュレーダーというバイオリニストに公開演奏をさせるまでにこぎつけた。 バッハ弓でチェロを弾くムスティスラフ・ロストロポービジ、シュバイツァーのノーベル賞受賞者としての名声と、相まってこのニセ古学期はかなり長い間名脈を保つことになり、現代でも一部の演奏者から熱心な支持を受けている。また一方ではこれを単なる古学交渉の間違いとして否定的に捨て去るのではなく、バイオリンの可能性を引き出す、新たな発明品として肯定的に捉え直そうという、 試みもなされている。チェロでは熱心な信奉者であるチェリスト、ミハエル・バッハの演奏を想定して、ジョン・ケージがこの弓を用いたチェロ独奏曲を書いたことが有名である。他にも何人かの現代音楽の作曲家の手によって、このバッハ弓を使う特殊なチェロ作品が作曲されている。またこの弓をさらに改造して、より柔軟に音源同時に発音がなされる弓を、 開発したウラジミール・ピリアスソフなどの探求者もおり、バッハ弓の開発は単なる無駄骨ではなかったことが、現代音楽業界で改めて再認識されている。かくして、この弓は極めて珍しい、延命処置がなされたのである。アルテノ・バレーベルからは、ルドルフ・ゲーラーの演奏による、バッハ弓仕様を歌った、無伴奏曲集がリリースされている。ありがとうございます。